茨城県道173号大洗公園線、大洗町磯浜町茨城県道173号大洗公園線は、茨城県東茨城郡大洗町内の一般県道である。大洗町、磯浜町の大洗鳥居下交差点から茨城県の観光名所である大洗海岸沿いに北上し、岩井町交差点に至る路線。路線の全線が、 茨城県道108号中港大洗線と全線重複する。沿線はゴルフ場や大洗磯前神社のほか大洗、海水浴場などがあり、鹿島灘の海と清晶の美しい景観を望む観光道路となっている。1959年10月14日、新たな県道として、東茨城郡大洗町を起点とし、県道中港大洗線交点を終点とする。 区間を本路線とする県道大洗公園線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号173となり、現在に至る。路線認定以来2013年12月までの間、長らく単独区間の県道路線であったが、同年12月5日に、大洗町内の県道中港大洗線の道路区域を追加する告示がなされた際。 本路線と重複する追加ルートを取ったため、現在は、県道中港大洗線と全線重複することとなった。周辺にアクアワールド、大洗や大洗海水浴場があり、行楽シーズンになると渋滞する。大洗鳥居下交差点に立つ大洗祖前、神社の大鳥居福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、 普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。